皆さんの大好きな、英語聖書の授業の時間です。ね、この英語嫌いの人がですね、英語好きになったり、また聖書に触れるという良い機会になるのではないでしょうか。英語と聖書で、一石二鳥、一石二鳥で、学べるということで、私は思わされていますね。で、聖書を読むのももちろんいいんですけど、多分難しいと思うんですね。でも、英語の聖書を読むだけで、日本語の聖書だけよりも、深く学べると思いますね。ですから、これからの牧師はですね、英語聖書が読めなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですね。といっても、もう再臨が近いのでですね、そんなこと言っても、もうそんなに時間がないかもしれませんから、今更ということも言えるかもしれませんが、でも皆さん、だから終わりの時代だからこそ、終わりの時代だからこそ、御言葉を深く、理解できるようになる時代ではないかなと思います。ネットで聖書を学べるとか、ネットで検索で聖書を検索できるってとても大きいんですよ。もう繰り返し言いますけどね、昔はコンコルダンスといって、こういう本で調べたんですね。キーワードで調べるんですけど、だから辞書みたいなもんですね、辞書みたいな。しかし、ネットだともうすぐに出ますね、こうキーワード。ですから、この2000年の歴史の中で、ね、今が一番幸せなんですね。聖書を勉強するのにとても幸せな、勉強しやすいというか、ネットで、ね、伝道放送も聞けますし、とにかくすごく恩恵、この今の時代は非常に聖書を学ぶということにおいてもものすごい恩恵のある時代ではないでしょうか。そういう意味では、ね、その恩恵を十分に味わうべきじゃないでしょうかね。恩恵を無駄にしないで、もう神様がネットを与えてくれたならば、そのネットを使って学ぶ、ネットを使って伝道する、ネットを使って交わるという、ネット時代の信仰というか、ネット時代の幕開けみたいな ネット時代の幕開けみたいな、そういう感じがしますけど、それではですね、前回はマタイ7章の岩の上の、家という岩の上の家という例え話をやったんですが、じゃあそこをですね、ゆっくり読んでいただきますので、皆さん、耳で聞いてですね、何を言ってるかが分かるように思い出してくださいね。じゃあお願いします。Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the wind blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall. And so it was when Jesus had
ended these things, that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. はい、ありがとうございました。皆さん、もう半分以上は分かったでしょうか。半分以上分かりましたか。やったばかりですよ。やったばかりですね。おとといやったばかりですからね。もう、半分ぐらいは分かってほしいですね。それでは早速今日はヨハネ一章なんですけど、このヨハネ一章っていうのは特別に大事なとこですね。もう毎回大事なとこっていうふうに言うんですけど、なぜヨハネ一章が大事かというと、これはですね、創世記一章の、まあ、一つの新約版といいましょうか。創世記は旧約ですけれども、その創世記一章を新約版としてもう一度言い換えた部分がありますね。そういう意味では非常にこう、なんて言うんでしょうかね、この根本的な世界観というか信仰観というか、それを書いてあるとこなので、まあ、このヨハネ一章を見ることがもう全体的な世界観が分かりますね。この世界は何なのか、信仰とは何なのかということがこのまとめて理解できます。では早速にレッツゴー、ね、私の顔が小さくなります。だん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 、はい、小さくなりすぎですけれども、人間はね、低くなりましょうね。人間は、低くするものは高くされます、ね、だいぶ低くなりましたけども、ではですね、ジョンチャプター1バース1 to 5いきましょうかね。大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GodHe was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。じゃあ今度は少しずついきましょうか。In the beginning, In the beginning was the Word, was the Word, and the Word, and the Word was with God, was with God, and the Word was God, was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, through Him, and without Him, and without Him.Nothing was made. That was made. In him. In him. Was life. Was life. And the life. And life. Was the light of men. The light of men. And the light. And the light. Shines. Shines. In the darkness. In the darkness. And the darkness. And the darkness. Did not. Did not. Comprehend it. Comprehend it.まず単語ですけども、単語、難しい単語。難しい単語は、最後の、コンプリヘンドぐらいしかないですね。コンプリヘンド、これは理解するという意味ですね。知るとか、理解するとか、コンプリヘンド。ダークネス、これは闇ですよね、闇。暗闇のことを、ダークネス、よく言いますよね。ダークネス、ね、なんかスターウォーズかなんかに出てきませんか。ダークネス出てこないか。スターウォーズで出てきそうな言葉ですね。シャインズ、これシャインは輝くですね。ライトは光です。光、シャインズ。サンシャインっていうでしょ。サンシャインっていうのはまあ太陽が輝いてる、まあ、日光のことですね。日光のこと。サンシャイン。You are my sunshine って言ったらしい。あ、いや、言った。あ、すみません。ちょっと古いんですが。そうですか。
あなたは私の太陽ですっていうのはね、そういう感じですけど。では、まずイエス様に向かってですね、イエス様に向かってあなたは私の、ね、光ですと。それでは行きましょう。ね、In the beginning、訳者ですね、はじめに、ね、これ旧約にもあるんですよね、はじめに神は天地を創造したというのが、旧約聖書の初めでしょ。で、これそれに習ってるんですね。この初めに、言葉があったと日本語に訳されてますけど、私はそういうふうに訳しませんね。その言葉の方がおられたと訳しますね。ちょっと最初にちょっと説明がいるんですが、言葉があったとなると日本人は何だろうとなっちゃうわけでしょ。言葉があった、なんかなんとなくこう日本語にならないんですね。で、このワードは確かに言葉っていう意味なんですけども、この座がつくと人間になるんですよね。で、その例えばザ・プアっていうと貧しい人でしょ。だからザ・ワードっていうと言葉の人になっちゃうんですけど、まあ、言葉の人っていうのもちょっと分かりづらいので、言葉であるお方と訳すると、まあ、もっと言うと神の言葉で あるお方、つまりイエス様のことなんですね。イエス様は神の言葉を語るために来られたということで、その単なる言葉じゃないんですね。だから言葉があったっていうと全然意味が通じないんですけど、神の言葉の方がおられたっていうとちょっと意味が通じると思うんですね。ですからザ・ワードはイエス様のことなんですけど、まあ、訳すときに、神の言葉であられるお方がおられた。いいですね。でもただまあその聖書っていうのはね、そのシンプルにこう訳すっていうことが大事なので、言葉があったって訳されてるんですけどね。でも意味合いとしてはちょっと通じにくい、誤解が生じるので、神の言葉であられる方がおられた、ね、そして、その、まあ、その次にはもうそのお方でいいんですね。そのお方は神と共におられた、そのお方は神であった、ね、すごいと思いませんか皆さん。これはもうなんかですね、この歴史の始めを表しているというか、まず初めにですね、その神の言葉であられるお方がおられた、まあ、イエス様がおられたと言ってもいいでしょう。そういうふうに訳すとですね、こういうふうに訳しますね。初めにイエス様がおられた、そしてイエス様は神と共におられた、そしてイエス様は神であった。わお、ここでイエス様は神であったということで、まさにこれ三位一体を表しますよね。三位一体というのはイエス様が神であるということが三位一体ですから、まさにこれは The Word was God、ね、イエス様は神であった、これがとても大事な、もう前提の前提、信仰の前提の前提です。前提というのは、まあ、その最初の土台ということですね。信仰の土台、それは、神様が、イエス様がね、2000年前に人間としては来たかもしれない、ね、でもそのイエス様というのは人間に来たのは2000年前ですけど、そのお方は天地創造の前から初めからおられたということが、これはキリスト教のものすごい大事な前提です。そしてその方は神であった、ね、イエス様は神であったという、これがとても信仰の基礎ですよ皆さん。この前提を理解して、前提を知った時に、前提を知った時に信仰が、そこから信仰が芽生えていくわけですね。前提がもし分からなければ、なぜ人間である方が神なのか、なぜ2000年前赤ちゃんで来た方が神なのか、そこが混乱するわけですね。はい、ぜひ大事な前提ですね。それから、彼は、ね、
彼は初めに神と共におられた。ヨハネはそれを強調したかったんですね。強調したかった。すべてのものは彼を通して作られた。そして、彼なしでは作られたものは、何も作られてないものはない。神なしで作られたもので、彼なしで作られたものは何もないということですね。つまり言い換えれば、すべてのものはこの方によって作られたということですね。それから次は、彼の中に命があった。その命は人の光であった。そして、その光は暗闇の中で輝いている。そして闇は、それを理解しなかった。で、日本の訳だとですね、日本の訳だと打ち勝たなかったって訳したんですね。その闇はそれに打ち勝たなかったって書いてあるんですけども、まあその、あ、ここに A って書いてありますね。ちょっと A をちょっと見てみましょうね。ごめんなさい。ここにちょっと、あ、オーバーカム、またはオーバーカム。だからこれ、オーバーカムだったら闇は打ち勝たなかったで合ってるわけですね。でオアって書いてあるところがね、どっちを取るかって難しいですね。両方の意味があるのかもしれませんが、つまり闇はその光に打ち勝たなかったとも訳せるし、日本の新改訳ではそう書いてありますね。で、もう一個のコンプリヘンドだと、闇はそれを理解しなかった。なんか私こっちの方がね、しっくりするんですね。で、なぜこっちの方がしっくりするかということをちょっと後で説明しますが、じゃあまあとりあえず 上から説明しましょうね。皆さん、イエス様はですね、元から天地創造の時におられて、万物はこの方によって作られたという考え方、これはとても大事なんですよ。皆さん、イエス様は私たちのために十字架にかかっただけじゃなくて、天地創造の時にその方によって万物が作られたというね。つまり旧約の創世記はまさにそこにイエス様の創造があったんだということを、新約では言っているわけですね。イエス様はただ神の子として、十字架にかかりに来ただけではない、天地創造のお方でもあるんだという、皆さん、これはもう本当にひっくり返るような考え方ですね。もうひっくり返るような考え方です。イエス様が万物を作った、皆さんを作ったんですよ。皆さん、リスナーの方々、皆さん、一人一人をイエス様が作ったんですよ。皆さんを作った創造主、皆さんを作った方がイエス・キリスト。皆さん、ちょっとこうなんか心がですね、こう感覚がこうびっくりしませんか。そしてですね、彼の中に命があった、ね、彼の中に命があった。イエス様ご自身もね、私はよみがえりです、私は命ですとおっしゃいましたね。まさに、彼の中に命があった。そしてその命は人の光であった。人の光、つまりその物理的な光ではなくてね、霊的な光ということですけど、その、まあ、神様は光ということでもあるので、霊的にこの見える、霊的に見える闇を打ち消すということですね。で、それが次ですけど、光は闇の中に輝いている。太陽がですね、宇宙、暗黒の宇宙で輝いているようなイメージですけれども、この闇というのがこの世なんですね。この世が闇で、そこのこの世にですね、
光が輝いているというそういう、この構図です。で次のところが闇がこれに打ち勝たなかったと日本語になっています。でコンプリヘンドで訳するといいですか、闇はそれを理解しなかったと訳すわけです。なぜこっちがいいかというと、結局この世はですね、この世はイエス様を理解しなかったんですよ。後で出てきますけれども、イエス様を理解できないということは信じれない、ね、イエス様が神の子だということがわからない、この世はイエス様を理解しない、そう、わかりやすいでしょ。もちろん闇は光に打ち勝たないっていう真理もあると思いますけど、でもこの世はイエス様を理解しないという方が、なんかイエス様が拒絶されている部分の理由がわかる感じがしますね。つまりイエス様を理解してないことが問題なんだよということですね。イエス様を理解することが大事だよということをここでなんかわかる気がします。それでは読んでいただけますか。1から5まで読みましょうね。 The beginning was the word, and the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men, and the light shined in the darknessThis did not comprehend it. アメン。では次のところですね。次はバース6から9までいきましょう。There was a man sent from God whose name was John. This man came for witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light.That was the true light, which gives light to every man coming into the world. はい、それでは細かくいきましょう。There was a man. There was a man. Sent from God. Sent from God. Whose name? Whose name? Was John. Was John. This man. Came. For witness.To bear witness of the light that all through him might believe he was not that light but was sent to bear witness of that light that was the true light which gives light to every man coming into the world はい、ありがとうございました。それでは難しい単語はですね、ウィットネスは証ですね、証。ベアウィットネスは証をする。ベアっていくつかありましたよね、そのクマちゃんという意味もありますし、荷物を担ぐという意味とか、子供を産むとか、我慢するとか、いろいろたくさんありますね。この場合には証をするという、ね、で、それからあとないですね。あとありませんので訳しましょう、ね。神から送られた一人の人がいた。彼の名前はジョン・ヨハネである。ヨハネであった。この人は、証のために来た。光の方である方をの証をするためである、この男の人を通して、多くの人が信じるためである。彼は、その光ではなかった。しかし、その光である方の、証をするために送られた。それから、
すべての人に光を与える、その誠の、光が、この世に、来ようとしている。あ、そうですね、それはすべての人の、すべての人に光を与えるための誠の光の方が、この世に来ようとしているということですね。はい、それでは、まずですね、ジョンという人はヨハネということなんですけど、2人いるんですね。この聖書はヨハネの福音書という、イエス様の十二弟子のヨハネさんですね。ところがここに書いてあるヨハネはバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネというのはイエス様のいとこになるのかな。そしてそのイエス様を証しするために神から送られたということですね。その旧約の預言者で、旧約の預言者がの中でヨハネのバプテスマが一番最後の預言者で、その最後の預言者のヨハネがイエス様を証ししたということですね。そしてですね、このヨハネ自体が光ではないけれども、このイエス様という光の方を証しして、そして水の洗礼を授けるんですね。で、そのイスラエルからみんな悔い改めてですね、ヨハネのメッセージを聞いてみんな悔い改めて洗礼を授けるということがあったんですけど、それはイエス様を信じるための準備になるわけです。まずイエス様を信じるためには罪を認めて悔い改めなければなりません。つまりヨハネはその悔い改めを説いたんですね。人々の罪の悔い改め、皆さん悔い改めましょう、悔い改めないと、マムシの子らよ、悔い改めなさいと、ちょっと激しい過激なですねメッセージだったんですね。マムシの子らよ、悔い改めないと、炎で焼かれるぞみたいな感じでですね、で過激的に、私とちょっと似てますけど、過激的にメッセージをして、でみんながそうしたかったんですよね。みんながですねこぞってですねヨルダン川で洗礼を受けました。それは悔い改めのバプテスマ。今私たちクリスチャンが洗礼を受けるのもそれなんですよ。クリスチャンがまず洗礼を受けるのは、罪を認めて悔い改めるということを表しますね。そしてイエス様を信じると許されるということで、水のバプテスマということですね。それは、その彼を通して信じるためだと書いてあります。それからですね、最後のところにこの誠の光がこの世に来ようとしている、ね、それが、結局イエス様がこの世に来たということですね。およそ2000年前にその誠の光であるお方がこの地上に来た、まさにクリスマスのことですね。クリスマスのことですね。はい、それじゃあ一緒に読みましょう。Man sent from God, whose name was John. This man came for witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light, that was true light, which gives light to every man coming into the world. はい、ではですね、じゃあ10から13までいっちゃいましょう。お願いします。He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God,
to those who believe in his name, who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. はい。難しい単語はですね。オンっていうのは、まあ、彼のものですね。彼のもの。この場合にはですね、彼の国というふうに訳しますかね。または彼の国民と訳します。それから、ボーンは生まれるですね。生まれる。ブラッドは 血ですね。血。で、フレッシュ。これは肉ですね。ミートの肉とちょっと分けてですね。ミートは食べる肉ですけど、このフレッシュはですね、なんて言ったらいいでしょうかね。欲望？そう。欲望的な、まあ、聖書的に言う肉的という意味ですね。肉的という意味ですね。欲望とか肉欲とかそういう意味で、食べる肉とも関係がありますけどね。関係があるけど、信仰的に言う肉のことですね。はい。それでは、訳しましょう。あ、本当。ノーモフレッシュって言うんですか？本当。なんか食べる肉のことも言ってるという。そして、はい。あ、人間って意味、あ、人間もね。それからこの L が R だと、新鮮になっちゃいますね。フレッシュになっちゃう。ちょっと似てます。L と R の違いがあります。じゃあ行きます。彼はこの世にいた。彼はこの世にいた。そしてこの世は、彼によって作られた。しかしこの世は彼を知らなかった。彼は、彼の国に来たのに、彼の民は彼を受け入れなかった。しかし、彼を受け入れた人たちは、彼らに、神様は、神の子供になる特権を与えた。彼の名によって彼の名を信じる人たちに与えた、ね。彼らは、血ではなく、肉的な思いではなく、人間の思いではなく、しかし神によって生まれた。とこういうふうに訳しますね。じゃあ説明ですけれども、結局ですね、彼はこの世にいたというのは、まあ、イエス様は、まあ、この世を作ったわけですから、もともとこの世にいたわけです。ところが、この世の中はイエス様によって作られたにもかかわらず、この世はですね、この世はイエス様を知らなかった。ね、この世はイエス様を知らない。この世はイエス様によって作られたにもかかわらず、この世はイエス様を知らない。今、日本人の多くの人はイエス様を知らないんですよ。日本も日本人もイエス様によって作られたにもかかわらず、日本も日本人もイエス様を知らない。ですよね。世界の人々はイエス様によって作られたにもかかわらず、イエス様を知らない。その感覚をぜひ皆さん、理解してください。その感覚ですね。イエス様のものなんですね。この世界も、この地球もイエス様のものです。人間もイエス様のものなんです。そのイエス様のものである人間がイエス様を知らないということですね。そして彼は、このヒズオン、彼のもののとこに来たと書いてありますね。直訳はね。だけどまあ、これが
彼のものというのは何なのかということで、この C と D をちょっと見ますとですね、C と D をちょっとこう見ますと、どうかというと、C が、That is his own things or domain、ね。また D が、That is his own people。つまり、こっちの方は、彼自身のものとか、領地ですね。こう下が、彼自身の、人々ということで、やはり、オンと言っても、ちょっと意味を分けた方がいいということで、どういうふうに分けるかというと、ですね、こういうふうに訳せますね。今言ったように、彼は彼の国に来たと訳すと分かりやすいですね。しかし、彼の民、国民は彼を受け入れなかった。これが十字架ですよ。これが十字架です。十字架っていうのは、人間が、ね、彼の国民なんです、本来は。人間は神の国民なんですけど、その神の民が、イエス様を受け入れなかった。それが十字架です。そしてそれは今も日本においてそうなんだということですね。今も日本人はイエス様を受け入れていない。まさにこの聖書そのままなんです。そのままです。しかし、ね、しかし彼を受け入れた人たち、ね、その人たちに神様は神の子供になる特権、ライトっていうのはまあ権利という意味なんですけど、まあ、この場合には特権と訳してますね。特権を与えた。皆さんすごいじゃないですか、皆さん。そのイエス様を信じた者は神の子供になる特権がもらえるんです。これがキリスト教です。これがキリスト教です。キリスト教っていうのはもう多くの人がイエス様を知らない、受け入れない、そういう状況の中で、イエスキリスト、ね、受け入れる。イエス様が神の子であることを受け入れ、イエス様が、ね、その神であることを受け入れる人間は神の子供になれる。神の子供になれる。神の子供になれる。アメン。もう言い過ぎても足りないぐらい言いたい。神の子供になれる特権が与えられる。皆さん特権ですよ。人間にとって最高の特権ですよ。最高の特権。これ以上の特権ないんです。最高の特権がもらえるんですよ、皆さん。そして次はですね。その人たちはね、あ、ごめんなさい、もらえる。その人たち、彼の名を信じる者に与えるですね。彼の名を信じる者たちに与える。そしてその人たちはね、その人たちは、あ、もう訳したんですね、ごめんなさい、訳したの。血ではない、ね、要するに血統じゃないですね。まあ、確かに親がクリスチャンだと、まあ、子供はクリスチャンになりやすいけれども、でも必ずそういう血統で信じるだけではなくて、また肉の、思い、つまり肉的に信じるってことはないんだということですね。イエス様を信じるっていうのは肉的なことじゃなくて、また人間の意思ではない。神様を信じるというのは聖霊様の働きなので、その神から、ね、神から生まれるというちょっと不思議な、なんて言うんでしょうかね、特権なんですね。その私たちは神から生まれて神の子になるんですけど、それはまさにですね、その人間的なことじゃない、肉的なことじゃない、そういう血族的なことじゃない、まさにその神様の選びというか、神様の主権というか、その神様のその選択の中で私たちは生まれるということですね。アメン。それでは呼びましょう。 In the worldAnd the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own,
and his own did not receive him, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who are born not blood, not of will of flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. Amen. あと最後ですね。はい、じゃあお願いします。そうですね、じゃあ14、そうですね、全部いっちゃいましょうかね。全部いっちゃいましょう。はい。And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, his glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of him and cried out, saying, This was he of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness we have all received, and grace for grace.For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. はい。じゃあ、分けていきましょうか。And the word.And the word became fresh and dwelt among us. And we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. John bore witness.Of him, and cried out, saying, This was he, of whom, I said, he who comes after me, is preferred before me, for he was before me, and of his fullness, we have all received. And grace for grace. For the law. Was given. Through Moses. But grace and truth. Came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son. Who is in the bosom of the Father? He has declared him. はい、じゃあ、言葉からいきましょうね。まずですね、dwelt は、dwell、住むということの過去形、dwell、ね。住むですね。それから、beheld は behold の過去形で見たですね、見た。で、glory は栄光、ね。begotten っていうのは、その、なんでしょうかね、独り子、私たちは独り子って訳すんですけども、父が儲ける子供ということなんですけど、普通母親が子供を産むわけですけどね、その父親がその子供を持つということをビゲットっていうのかな。だから神の一人子、ビゴットンさんって言うんですけどね、イエス様は神の一人子という時にこれを使います。グレイスは恵み、トゥルースは真理ですね。それからボアはベア、さっきのベアウィトネスの過去形で、証しをしたがボア。クライドアウトは叫んだ。それから、プリファード、これは好きとか好みという意味もあるんですけど、この場合にはですね、私より勝ってるというふうに訳してますね。
私より勝っていると訳しています。フルネスは、まあ、いっぱいということですね。いっぱい。それから、モーゼス。モーゼスはモーセのことね。モーゼス。ザローは立法のこと。ザローって言いますね。ザロー。あ、ブーサムっていうの？ブーサムじゃないの？ごめんなさい。あ、ブーサム。ブーザム。あ、ごめんなさい。ボッサムじゃなかったんですね。ブーザム。ブーザム？ごめんなさい。ブーザムというふうに発音するそうですね。ブーザム。発音間違えてました。ブーザムって懐という意味ですね。ブーザム、懐。それからデクレア。これは宣言するという意味なんですけど、もう一つの意味は明らかにするという意味で、ここでは明らかにしたというふうに訳します。それでは訳していきましょう。はい。その神の言葉であられる方が肉となられて私たちの間に住まわれた。そして私たちは彼の栄光を見た。神様の独り子としての栄光である。恵みと、真理に満ちている。まあ、日本語ではね、恵みと誠に満ちているというふうに、訳してあるんですけど、でも、誠っていうとちょっとわかりづらいので、恵みと真理に満ちている方が、なんかこう、他の言葉として分かりやすいんじゃないかなと思います。ヨハネは、彼の証しをした。そして叫んだ、言った、この方こそ、この方こそ、私が言ったその方である。私の、後から来る方は私より勝っている。なぜならば彼は私より前にいたからである、ね、そういうふうに言った方はこの方だと言ってますね。そして、私たちは、その恵みから恵みを彼の満ち満ちた中から私たちはみんなが恵みから恵みを受けた、律法は、なぜならば律法はモーセを通して与えられたけれど、しかし恵みと真理はイエス・キリストを通して来た。誰も今まで神を見た者はいない。その一人子のその一人子が父の懐におられる。その一人子が父を明らかにしているというふうに訳しますね。すごく大事なところですね。まず最初からやるとですね、このイエス様がこの人間となってきたというのがここですね。The word became flesh。 つまり、神でおられるお方、神の子でおられる方が人間となってきた。これがこのことなんです。そして私たちの中に住まわれた。イエス様は33年間地上生活をして、その、この地上で住んだわけですね。そして特に弟子たちはそのイエス様を見たわけですね。ですからヨハネは、私たちは彼の栄光を見た、独り子としての栄光を見た、ね、恵みと真理にあふれている、恵みと真理にあふれている、神の独り子を見た。まさにヨハネがですね、皆さん、ヨハネは十二弟子でも一番愛された
弟子と書いてあるんですね。つまり、いいですか、そのヨハネが一番イエス様のそばにいてイエス様を見た人なんですよ。ですよね。いつもイエス様はいつもヨハネを連れて歩き回ったんですね。もうお気に入りの弟子だったんですね。で、そのヨハネはですね、もうまじまじとその神の子であるイエス様を見たんですね。ですから、まさにこの恵みと真理にあふれているそのイエス様の栄光をまさに3年半見たんですよ、ヨハネは。すごい羨ましい、素晴らしいですね。もう恵みと真理にあふれているイエス様。そして、こっちのヨハネはですね、これはバプテスマのヨハネですけど、そのバプテスマのヨハネはそのね、この私の後から来るっていうのはイエス様のことですが、そのイエス様は私より勝っている、ね、この方は私より前にいた方、つまりバプテスマのヨハネは、まあ、初めてイエス様を証しする人になったわけですね。それから今度は、その私たちはみんなこの、恵みから恵み、ね、恵みの上にさらに恵みを受けた。信仰というのはまさにこういうことなんです。皆さん、信仰というのはイエス様の恵みを、ね、受けることであり、恵みの上にさらに恵みを受けること、これが皆さん信仰なんです。信仰というのはイエス様の満ち満ちた豊かさの中から恵みを受けることなんです。で、モーセはね、律法はモーセによって与えられたけれど、恵みと真理はイエス・キリストを通して与えられるんですね。恵みと真理はイエス・キリストを通して与えられます。で、未だかって神を見た者はいません。しかしその一人子が父の懐におられる、その一人子が神様を解き明かすしたのですね。イエス様こそ、イエス様こそその神を表す、表されているお方、まさに神の似姿、神の栄光、神が人間になってきてくださったお方、神様を表すために来られた方、まさに栄光のお方、麗しいお方、恵みに満ちたお方なんです。皆さんはそのイエス様を知ったんです。そのイエス様を知って喜んでいるんです。皆さん、私たちは、素晴らしい方を、ね、知ったんですよ。この宇宙を作り、この人類を作り、皆さんを作り、私たちを作って、ね、その方が神を表すために、神の栄光を表すために来てくださって、多くの人は彼を知らないで、多くの人は彼を拒絶し、多くの方は無視している、その状況の中でイエス・キリストを信じる者は神の子供になれる特権を与えられるのです。皆さんは、この放送を聞いて、ね、イエス・キリストを知ったじゃないですか。イエス・キリストを知ったじゃないですか。恵みと真理に満ち溢れているお方は知ったじゃないですか。もう聞いてるだけで恵みが注がれているじゃないですか。皆さんはもう恵みから恵みを受けているんですよ。皆さん、喜ぼうではないでしょうか。ね、喜ぼうではないでしょうか。あ、最後まだ読んでなかったですか。あ、ごめんなさい。最後読んだ？一緒に読んだ？あ、読みました？あ、本当。恵みに満ちる人生、神の子になる人生、皆さん、私たちはもう神の子供です。神の子供です。神の子供として歩もうではないでしょうか。それでは、今日は終わりですね。で、来週はですね、月水金のうち、ちょ金曜日をですね、来週はちょっと
休むようになると思います。来週、月水だけで、金曜日はですね、ちょっと遠足があるものですからね、遠足があるために金曜日はちょっと、休みますので、来週、月水をやりますね。はい。それではですね、お祈りしましょう。ね。お祈りします。Father in heaven, thank you for today's class. We learned about in the beginning things. We learned that the word was in the beginning. The word was God.The Word was with God. He made everything. He made us. He made this world. He is the King of this world. Thank you for your salvation. Thank you for.That you chose us, then we could become children of God. Please bless listeners. Please make listeners to become children of God. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. はい、皆さんありがとうございました。じゃあ、良い一日を送ってください。恵みにあふれた一日、喜びにあふれた一日、感謝にあふれた一日を送ってください。また夜9時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。